皆さんこんにちは。オンラインワインスクール美のテラス、アシスタント講師の舞先生です。今日のテーマはワイン以外のお酒。前回の動画では日本酒の原料や作りについて解説しました。ソムリエワインエキスパート試験で問われるワイン以外の飲料にはその他にこんなものがありますが、今日はこの中からビールとウイスキーをピックアップして解説します。まずはビールです。缶ビールをプシュッとするあの音を聞かないと一日が終われない、そう思うのは私だけではないはずです。ビールは気軽に楽しめるお酒として日本だけではなく世界中で飲まれています。ビールは麦芽、ホップ、水を主原料として作られる醸造酒です。これに米やトウモロコシ、果実やスパイス、ハーブなどを加えて様々な味わいのビールが作られています。ビールは麦芽の酵素によって麦のでんぷんを糖化して、その後別の容器に移し酵母を加えてアルコール発酵を行う炭酵副発酵によって作られます。日本酒は糖化と発酵を同じタンク内で行う並行副発酵でしたね。ビールは酵母の種類によって大きく2つに分類されます。発酵終了後に酵母が沈む下面発酵ビール、発酵中に酵母が表面に浮かび上がってくる上面発酵ビールです。下面発酵ビールを代表するのはピルスナー。日本で最も多く流通しているビールです。世界でも広く普及していて、発祥の地はチェコのプルゼニュ、ドイツ語でピルゼンといい、これがピルスナーの語源になっています。淡い色と爽やかな味わいが特徴です。ちなみにチェコは1人当たりのビール消費量が世界一、年間で 181.9リットル、 500ml の缶を1日1本必ず飲んでいるような計算です。上面発酵ビールを代表するのがエール。イギリスで発展したビールです。淡い色にホップの香りが効いたペールエールや色の濃いブラウンエールなどがあります。香りが華やかで味わいにコクがあります。上面発酵ビールには他にもドイツで小麦から作られるバイツェンや、ベルギーの修道院で作られていたトラピストなど個性豊かなタイプがあります。それでは問題です。ビールの1人当たりの年間消費量が最も多い国を選んでください。 500ml の缶を1日1本飲んでいたのはピルスナータイプのふるさとチェコの皆さんでした。続いてウイスキー。ワインや日本酒、ビールは原料の糖分をアルコール発酵させて作る醸造酒でした。ウイスキーは醸造酒を蒸留して作る蒸留酒です。蒸留とは水とアルコールの沸点の差を利用して純度の高いアルコールを得る方法です。まず原料の穀物を糖化、発酵させます。ここまではビールと似ています。このビールのような液体には水とアルコールが含まれています。これを温めていきます。水が沸騰する温度は100度ですよね。それに対してアルコールの沸点は約78度で水よりも低いので、このビールのような液体からはまずアルコールが先に沸騰して気体になっていきます。その蒸気だけを冷やして回収すると濃度の高いアルコールが得られます。ウイスキーに限らず、このようにして作られる蒸留酒は一般的にアルコール度数の高いお酒になります。また世界五大ウイスキーという主な産地が知られていて、ウイスキー発祥の地と言われるアイルランドで作られるアイリッシュウイスキー、スコットランドで作られ世界一の生産量を誇るスコッチウイスキー、複雑で多彩な香りがありスモーキーなフレーバーも特徴の一つです。アメリカで作られ華やかな樽の香りが特徴のアメリカンウイスキー、ケンタッキー州で作られるバーボンウイスキーが有名です。カナダで作られライトでマイルドな味わいが特徴のカナディアンウイスキーはカクテルのベースとしても使われます。そして日本で作られるジャパニーズウイスキーは五大ウイスキーの中で最も新しい歴史を持ちます。1918年、竹鶴正隆がスコットランドに渡り本場のウイスキー作りを学びました。そして1924年、スコッチを手本とした山崎蒸留所が稼働。1929年には国産ウイスキー第1号であるサントリーウイスキー白札が発売されました。現在では国内のウイスキー蒸留所は約70カ所あり、
ジャパニーズウイスキーの人気を受けて年々増加しています。それでは問題です。ジャパニーズウイスキーがモデルとしたウイスキーのタイプを選んでください。竹鶴正隆がウイスキー作りを学んだのはスコットランドでした。何年か前にテレビドラマでも取り上げられていましたね。その他にもウイスキーと同じ蒸留酒であるブランデー、ジンやウォッカなどのスピリッツ、蒸留酒に香り付けをしたリキュールなど、お酒好きの皆さんにとっては楽しい勉強の範囲です。また今年からは日本茶、紅茶、コーヒーといったノンアルコールの飲料についても教本に掲載されています。ぜひ普段からワイン以外の飲み物にも興味を持って接してみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を見てワインって面白いな、もっと知ってみたいなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。